小槌チャンネルへいつも来てくれてありがとうございます。チャンネル登録してくれると嬉しいなと思います。まあ、歴史の話を用意してるわけなんですけれども、うん、歴史の話で一番説明が難しいのは2つあると思うんですよ。うん、1つは応仁の乱と、うん、もう1つは南北朝動乱ではないかと思います。そうやね。大体鎌倉時代とか、あの辺、鎌倉室町っていうのは、皆があんまり知らんことが多いやん。そうですね。で、歴史でもざーっと やるから、あの応仁の乱とか、本当の大きい事件だけで、うん、そうそう、中間のことはみんな省略。だから知らん人からすると、うん、火の富子が一番悪者と思われてるんだけども、うん、火の富子自体は戦争を終わらせた側なんですよ、うん、どっちかというと。だからそういうなんで、うん、一番その大河ドラマにもしにくいし、うん、そうそうそう、小説にもしにくいとこなんやけど、うん、なんか今度ジャンプでなんか面白い漫画、ああの北条時行っていう、あの中仙台を乱起こした人ですね、うんうん、ああ、なかなかあんな渋いとこへ目つけたけど、うん、あの人はなかなか面白いっていうか、波乱万丈の、そうですね、大体8歳ぐらいで鎌倉幕府滅亡するじゃないですか、うん、滅亡してからその2年後に中仙台の乱を起こすんですよ、うん、その後20年ぐらい戦い続けるんですよ、うん、だからその北条時行とか、まあ、時貫と読むかな、 まあ、時行にしとこうか、時行は14代の執権祭、まあ、もうほぼあの鎌倉幕府の、うん、あの実力は名目的な執権はまだあと続いてるやろうけども、ええ、最後の執権に近い高時っていうのの次男なんやな、ええ、ああそうなんですね。で長男がおって、で長男の方は長崎遠来て、あの有力御家人が後押しして、まだあの1歳にもならんぐらいの子供やけど、そっちの方が、うん、まあよくフィクションでは、うん、その遠来さんが悪者に書かれますよね、うん、だから そっちをして、うん、で時行の方は、うん、結局その後継ぎにはなれへんだわけ。そうですね。だけど後継ぎになれへんだおかげで生き残れたっていうことはあってな。そうですよね。で日程出だが鎌倉攻めやるやん、ええ、1333年とか言ってな、うん、そうですね、うん、まず京都では、うん、あの高氏が攻め込んで、うん、結局鎌倉攻めは、ええ、結局高氏の指示やな。ほんであの近いとこに、うん、あの日田はあの北の方におるから最初100騎ぐらいで行って何万騎になってくるんですね、うんうん、でそれに結局鎌倉攻めされて、うん、鎌倉幕府は そこで滅びるわけやな。そうですね。ほんで一族みんな自害する、ね、そうですな。まだ子供のそのそっち二人おるわけやけども、上の方のは自分の母親の、うん、実家の、うん、それもともと北条の家臣やったんが、新田側に裏切って、うん、ほんで結局あの殺されてしまう。あ、処刑されるんですね、うん、ほんで弟の方は時行の方はなんとか逃げ延びるわけやな。誰かに囲まってもらったんですか。でこれがどういうふうに逃走したんか知らんけども、とにかくその諏訪してあの だいたいあの諏訪明神の神主で後に武田家の関係のある人ですね。関係のあるあの有力御家人やな、うん、御家人でありながら神主でもあるっていう、うん、そういう それが結局何かあった時のやっぱり自分が頼朝を囲もうた北条氏みたいな感じでやっぱり保護しようっていうんで、うん、でその二位の尼っていうそのとあの高時の側室のとこにかくまわれたやつを無理やりあの説得して、うん、このまま置いといたら どうせ殺されるでと、ええ、わしとこへあのって言うて、まあ、連れてきて自分のとこで、うん、あの育てるわけやね。ほんでその後にあの南北朝ができて、ええ、後醍醐天皇が やると、うん、まあ、武士の不満はいっぱいあるから、うん、あっちこっちの武士が不満だらけ。そうそう。だからその中で北条の、うん、別の北条氏の一族が北の方で挙兵するわけな、うん、でそれに応じて諏訪氏が時行とを立てて参加するわけな、うん、この時10歳ぐらいですよ、うん、そうやから結局名目的なもんであって、ね、実質はまあ諏訪氏がやってるわけやけど、まあ、よくこれはね、うん、創作なんかではなんか北条家の残党が立ち上がったって書いてるんですよ、うん、残党っていうか、うん、まあ、北条氏っていうのが各地におるから、うん、だから必ずしも北条氏でのうても、とにかくあの武士が粗末に扱われたわけよ、うん、南北朝になって。そうですね。だからどこの武士も皆不満だらけやから、うん、なんか誰かが声上げたら皆我も我もて参加するわけ、ね、確か1333年に鎌倉幕府滅亡で、うん、1335年に中仙台の乱ですね、うん、ほんでその中仙台の乱でそこそこ頑張るんやな。おお、すごい。どんな感じですか。ほんで結局鎌倉までを取り返すっていう奪還して、うん、ほうほう、まあさっきの持ちこたえ 20日間ぐらい。あ、光秀の倍ぐらいや、うん、鎌倉のとこは高氏の弟の直義かな、うん、これが治めてるわけやけども、ええ、結局それが負けてしもて、うん、で結局
その時に三河を目指して逃げるんやな、うん、そのあの足かあの足利直義は。ほうほう、それをもう それでも追いかけていくぐらいの勢いがあったわけやな。結構踏まえ固まってますね。駿河三河遠江、うん、あたりまでな。その時に結局足利直義は、うん、森永親王って言って後醍醐天皇の子供やな。子供がおったやつを、うん、預かってたやつを殺してしまうやな。殺やしてた時に殺したんですか。うん、ほんでこれが結局独断専行やということで、結局おったらまたなんか揉め事の種になるとか、うん、まあいろいろ思ったんやろな。ほんで結局それが高氏は、うん、独断専行で、うん、殺してしもたっていうことで、うん、えらい怒るんやな高氏がね、うんうん、ほんでまあ高氏はもともとそのちょっとヒステリックなとこがあってな。あ、そうなんですね、うん、ほんでまあちょっとしたことでも怒るんやけども、これでか、まあ、この時に完全に仲違いしてしまうよな兄弟が。それまで一緒に鎌倉幕府攻めてたのにな、うん、ほんで結局その時に高氏は後醍醐天皇とも仲悪なるわけや、うん、そうですね、うん、で結局中山代の乱の歴史的な意義は何か言うたら、もう決定的にその兄弟の仲も悪したし、うん、それから後醍醐天皇と高氏の仲も悪なったっていう、つまり南北朝時代の始まりをやったんですか。そうだからそういうことで時行自体はどないなったか言ったら、ええ、その後、うん、どっちいつこうかっていう時に、うん、高氏がとにかく鎌倉幕府を潰したんやから、ええ、憎いわけやな。そうだ、うん、ほんでだから高時と、うん、を潰した、うん、その足利高氏と後醍醐天皇が仲悪なったんやったら、うん、ほんなら後醍醐天皇側へつこうか。あ、そうなんですねほんで後醍醐天皇につく、ね、前にはその北畠から攻められてたとこやから、うんうん、朝敵っていうことやったんやけども、ね、そこへ着いたがために朝敵の汚名を返上チャラにしてもらうわけな。で普通それまでな、ね、のことで言うたらな、天皇が言うた言葉っていうのはもうその一回言うたら、ね、絶対取り消しができないっていう風に言われて、これは孔子の礼記という本に出てて、人間汗のごとしって言って、汗が出てきたを、うん、もうその一遍出た汗を元へは戻されへんっていうのと一緒で、天皇の言葉その帝の言葉っていうのはそれぐらいその尊いことやという福水本に返らすみたいな、うんうん、そやからそれを結局簡単にチャラにしたことで、うんうん、結局ああその天皇の人間汗のごとし言うてもそんなもんかっていうふうに軽く見られたんはこの時からやな、うん、ああそうなんですか後鳥羽上皇も似たことしてませんでしたっけ。うん、うん、だけどはっきりと皆がその認識したっていうかな、うんうん、だから天皇がごっつ軽く見られたっていうことやな。それで結局、うん、南北朝の動乱が起きるわけですね、うん、でこの建武のその乱、高氏と、ええ、後醍醐天皇の戦は結局高氏側の勝利やん。そうですね、だから完全に高氏が勝って、うん、後醍醐天皇は京都の方へ逃げて、ええ、でまたさらに逃げて吉野へ行って吉野で南朝っていうことになって、うん、天皇が二つ両党鉄、うん、な両党ね、うん、できたりするわけやな、うん、で後醍醐天皇の面白いところは子供が200人いたみたいですね、うん、子供が200人いたそうです。はだからやられてもやられても子供が出てくるんで、うん、抵抗できたのと、さっき言ったように、うん、足利高氏の兄弟が仲悪かったんでその内紛につけ込んで、うんうんうん、もともとな、うん、足利高氏の兄弟はものすごく仲良かったんや。そうみたいですね。それがその結局ごちゃごちゃっと中仙台の乱のおかげで、うんうん、悪なってしもて、うん、っていうことやからな。それでも直接殺しに行かずに見とってますからね、うん、お兄ちゃんは、うん、だからそういうなとこで、でこれが結局話がみんなややこしいのはその自分の歴史上で信用のできるもんがなかなかのあんまりないですね、ええ、で結局読み物みたいな太平記っていう読み物、それから商売論って松梅論って言って、うん、これも歴史上素敵なもんやけども、やっぱり読み本みたいなとこがあって、そうですね。で、だからどっちがっていうと、まだ商売論の方がマシかなっていうのが歴史学者の意見なんやけども、うん、それからどう考えても太平記の方が合うてるっていうこともあって、うん、
なかなか判断が難しい。ただね、数字に関しては絶対こちらだと思います。例えば、楠時正成が千原城を声持って1000人に対して、幕府100万が攻め込んできたとか、これは無茶だと。うん。だから、その読みもやから大げさに書いてるわけですね。でもな。どう見ても。うん。だからどっちもどっちでな、商売論にしてもな。うん。だからその辺のその正確なことが分かりにくいから、歴史家もその辺避けてる嫌いがある。そうですね。だから、書く側でも小説でも書こうかっていう人は、本当やったらその曖昧なとこをついてうまく何とでも好きなように書けるというとこもあんやけども、まあ歴史小説書こうかっていう人は、もともとの歴史を正しく書きたいと思うとこがあるから、それからこの辺があんまり取り上げられないんだな。そうですね。だからなかなかその、分かりにくい。例えばですね、取り上げたとしても、どっちかというと幕府を潰す側の、その、足利尊氏とか、楠時正成側を取り上げますね。うん。それから、ちょっとでも皆が知ってるようなことがあったらな、あれなんやけどな。うん。逆に知らないことから、エンターテインメントを発展させるのも手ですもん。うん。それから今度の、その、なんかジャンプで漫画？漫画ですね。うん。逃げ上手の若様かな、若君か、何かいうような。うん、そうやけど、なかなかその面白いところに目つけたもんやな。そうですよね。うん、でまだ結構結末を知らん人間多いんですよ。うん、私らもどうなるんかちょっと読んでみたい気がするぐらいの、うん、あれやな。といってもまだ1話だけですからね。あ、まだね、始まった、うん、そうやけど始まったばかりでももう話題になるなります、ね、ということはやっぱりそんだけのええとこをついてるっていうこと、ね、ついてるのもあるし、この作家自体が有名な作家ではあるんです。あ、これ普通、これ多分ね、新人の作家やったらまず編集の許可がおりんかと思います。あ、まあそんなとこかな。なるほど、ありがとうございました。まあ、北条時行といえば長仙台を乱を起こした人物というぐらいしか知られてないと思うんですが、その後どうなったかを知らない人は結構多いんじゃないかと思うわけです。例えば南北朝の乱もですね、結局北朝が終始強かったんですけど、北朝がそういうごたごたすることによって北朝側から南朝に願う人間が増えたんですよ。それによってまあ100年近く、100年か何十年、まあ義満の時代までは、揉めてますから。室町時代で一番有名なのは足利義満だと思います。うん、まあ、そういう感じで、今後のね、この漫画の続きが大変気になるところでありますが、皆様いかが思われますでしょうか。まあ、ジャンプっていうのはたまに歴史漫画で大ヒットさせるんで、個人的には期待しております。いつも見てくれてありがとうございました。また会いましょう。バイバイ。